ぱいあるんだよ。お、世の中には、あ、例えばさ、どういうことですか？家族でできるゲームいっぱいあるの。家族でできるゲーム、まあ、今さ、結構ほら、状況が状況でさ、なんか例えば屋内じゃないか、遊べないとかさ。そうかもしれないね。あと家で遊ぶにしても、まあ、お子さんがいて、で、どういう風なゲームをしてあげたら乗り上がってくれるんだろうみたいな。確かにね。そんなことでお悩みの親御さんにぴったりな盛り上がれるゲームがある。そうです。ここでも十分伝わるからね。ワンワンというゲームをですね、今日は皆様にご紹介して。そうです。ワンは一つ、一つ、ワードは単語、一つの単語と、お互いにつなげていって、即興で話を作っていくっていうゲーム。わ、なんか難しそうだな。例えばね、桃太郎、桃太郎、桃太郎を今から一単語ずつ区切ってちょっと言ってみましょう。はいはい。昔あるところにおじいさんとおばあさんがいました。おじいさんは山へ、芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯に行きました。的な感じです。で、今はある話なんで、これ今からない話、ない話、二人で力を合わせて、オリジナルの話を作る。いや、これ気持ち悪いな。いやいや、やめてくれ。これからやっていくよ。やってくれよ。例えばさ、はいはい、じゃあ好きな食べ物言ってちょうだい。好きな食べ物はリンゴ。リンゴ、はい、リンゴが出てくる話を二人で作っていきます。はーい。長く喋らないように、一つの単語、あの、がとかでもいいよ。あ、一文字でもいいの？にとかでもいい。あ、一文字でもいいんだね。何でも大丈夫です。分かった。終わりだと思ったらどっちかがおしまいって言ってください。分かった。よし、いきます。はい。最初はグー、じゃんけん、ボン。はい、ショー。はい、ショー。先攻後攻どっち？先攻。あ、はい。リンゴが木になっています。リンゴは虫に食べられてポトリと落ちちゃいました。そのリンゴを猿が拾ってガブリ食べました。するとリンゴの中から大きなダンゴムシが出てきました。ダンゴムシは食べないでーと鳴いています。猿はかわいそうだなと言って草葉からに投げました。1年後、猿が他の猿にこの話をしたところ、他の猿はさあ話と笑いました。猿は本当なんだよと言って信じてくれよと言ったら信じてくれました。終わり。おお、なんだこの話は。なんだこの話は。いやいやいや、ダンゴムシ。いやいや、まあ即興ですから。即興ですからね。でもこれおしまいっていうのって勇気いるじゃん。確かに。でもそれもいいじゃん。そうだね。で、逆に話がこじれすぎて、はいはい、わけわかんないってなったら、もう一回って言ったら最初から作れる。うん。だからいい話を作ろうと思わなくていいので。なるほど。今みたいになんだこれ、二人で知らない世界に一緒にこう足を踏み入れるみたいな。大事なんだこれ、なんだこれ、なんだこ れっていうのが楽しいので、はいはいはい、ぜひ親御さんで、まあ、ボキャブラリーがあのたくさん増えてくる、まあ、小学校低学年だとか、うん、もしかしたら未就学児童さんでもできるかもしれません。そうです。やってみていただければと思います。はい、ます以上で、ワンワード。あー、いいね、今の。今の俺がやった。